中尾さん、はい、コメント欄にたくさんいただいてまして、はい、商用車あんまりやってないじゃないですか、うちのチャンネル。そう、やったことないね。そうなんですよ。結構これ生産中止とか中古だとどう選べばいいのかっていう相談来てまして、うん、そうね、今さカテゴリー別がやってるけど、サイズ別が商用車もいろいろあるじゃん。そうなんですよね。軽バンから大きい、はい、ハイエースのクラスまであるけど、今回は普通車、特にめちゃくちゃ問い合わせがあって選び方が分かってないから、商用車何があるってとこから始まる人が結構多いから、ちょっとやりましょうか。中尾さんも結構どうですか、営業者の相談来ます、うん、めちゃくちゃ来るし、はい、俺もともとその土木の現場監督してたから建築系の友達も多いし、うん、先週も1台ね商用車、はい、販売しましたんで。なるほど。月に何台か販売してる。それもじゃあ参考というか。そうやね。実際にもこれはもういつもリセールとかやってるけど、選び方とかっていうのをやっていきましょうか今回。僕もちょっと気になることちょっと用意してきたんで、うん、なるほど。ちょっと割と最近一般の方が商用車をプライベート買うみたいな多いよね。プロボックスをね全塗装してさ、上にキャリつけたり吊り下げれたりするのしたりとかさ、はい、まあ、そういうの流行ってるから、そういうのも含めてトータル的なおすすめポイントお話していきましょうか。よろしくお願いします。はい、じゃあまず商用車だから仕事で使う車ですよっていうとこから始めますね。はい、一応商用車っていうのは現場だけじゃなくて、例えば荷物いっぱい積むね、うんうん、医療系の営業の人たちがね、はい、それに乗ってこうパーって走ってたりとか、服をいっぱい運ぶ、段、うんうん、ボール積んで運ぶとかねっていう人もいっぱいいるから、はい、荷物を積んで運ぶっていうのが基本として考えてくださいと。はい、でこれ選び方なんだけど、サイズが3つあります基本ね。もういっぱいあるようであんまなくて、車実はトヨタが基本日産なんよね。まあそうですね。で大きい順に行きますよ。商用車の一番大きいのがハイエースです。はい、でトヨタで行けば真ん中がタウンエース。ハイエースより一回りちっちゃくなります。ハイエースの、まあ、同じバンタイプね。バンタイプでちっちゃいバージョン、はい、でもう一つちっちゃくなるのがプロボックスっていうことね、はい、だんだん背がちっちゃくなってサイズがちっちゃくなるという感じですと。だからこのとにかく荷物を上に積むよって人は一番大きいサイズになるし、それはやっぱりちょっとね大きいから取り回しとかも含めてそこまでじゃないんだよって人が真ん中のタウンエースになったりして、でもう高さいらないんだよと、長いもんだけ積むんだよって人がプロボックスになるっていうのが、これが基本ですね。はい、これトヨタ行けばね。そうですね。でそれぞれにライバルがいて、はい、ハイエースのライバルは日産のキャラバン。長年のライバルですね。長年のライバルですね、はい、買うポイントとかのちょっと説明します。はい、ちなみにハイエースの仲間まではレジアスエースっていう車もありますね。ありますね。販売店が前は違ったから名前がハイエースレジアって、はい、もう車の性能は全く一緒なんですが、うんうん、ちょっとハイエースの方がメジャーっぽくて、そうですね、相場がいいって言われてました。でマツダの OEM でね、ボンゴブローニーっていうのがあるらしいです。あ、そうなんですか。見たことないけど。見たことなかったです。正直調べててあるんやって思ったんで、ひょっとしたら市場にあるかもしれない。はい、まあでも他にハイエースですね。うん、とあとキャラバンが企画されると。その次のタウンエースね。はい、これはタウンエース、これ実はダイハツが作ってたんやね。そうですね。燃費不足問題で今は新車一旦止まってますが、ダイハツからグランマックスカーゴっていう名前、はい、マツダからボンゴバンっていう名前で出てました。はい、これも同じ車です、タウンエース。でさっき言ったトヨタ以外のタウンエースからボンゴとかグランマックスカーゴって名前になるとちょっと安くなる傾向にあります。はい、中古ね。でこれのライバル車種と日産で行けば NV200 バネットバンっていう車があります。うん、もう難しく考えずに、うん、タウンエースとの NV が同じぐらいで、その下ね、トヨタの一番ちっちゃいサイズがプロボックスバン、はい、これの競争相手が日産の NV150AD2 択ですと。まあ、昔 AD 版とか言われましたね。基本的には3サイズで2メーカー、うん、6つの中から選ぶっていうのが基本と思ってください。はい、こっからよ。そうですね何買ったらいいの優作ってよく言われるからもう僕はこれ商談だと思って言いますね。何買ったらいいかっていうと、とりあえずお金が全く制限なくて置き場にも制限がないんだったら、一番得なのはハイエースって言います。なるほど。じゃあ営業者得して買うんだったらやっぱハイエースとかになってくると、うんうん、要するに最近の傾向として高くていいの買っとけば高いけど値段の落ちも緩やかだっていう傾向にあるから、うんうん、やっぱこれハイエースが一番いい。なるほど。リセール観点的なところが観点的なところが言えばね、うんうん、ただ商業車何がいいのっていう人はお金余裕があってっていうよりは、別に余裕があろうがなかろうが、うん、いやそんないいやついらんのよねっていう人が多くて、うん、いやもうどうせ現場使ってめちゃくちゃするし、ね、自分が乗るんじゃなくて従業員が乗るから、はい、みたいなことが多いから、はい、これは完全にキャラバンがいいと思ってます。おお、なるほど。うん、まずじゃあハイエース VS キャラバンっていうところですね。で今、うんうん、ハイエース受注が今ちょっと一旦止まってるんだけどね。そうですね。また夏再開するとかしないとかっていう話が出たり消えたりしてるんだけど、はい、新車で買えるときはもうハイエースの新車が一旦買っとけばめちゃくちゃリセールいって、よくね他の動画でもやったんだけど、でもこの現場で使うんだったら、俺が経営者だったら絶対キャラバンの中古買います。お、なぜでしょうか。リセールあんまり良くない、ハイエース比べればね。まあ実際そうですね。そう、中古がお得になりやすい、うん、でも結構デザイン俺キャラバン好きで、かっこいいですよね。かっこいい、乗用っぽいよね、うん、今の方とか。キャラバン本当サイズね、モデルチェーンにも入ってるから
どこを狙うかですけど、俺だったらキャラバン10年10万キロ超えたあたり狙うかも。なるほど。もうこれだったらね、新車これやっぱ300万円ぐらいするよね、キャラバン。します。だけどこれハイエースもキャラバンも同じぐらい300万円ぐらいするわけ、うんうん、でも10年後の値段ってハイエースだと、まあ、10年10万キロとしようか、仮に150はするやろ、ハイエース。もっとするよね、確か200近いよね。近い。それがリセールがいい、150か200としようか、はい、キャラバンね、それやっぱ50は安いの間違いなく。新車の時の性能一緒だけど、この10年後の値段50も安いから、でこっからは緩やかに下がるよね、うん、こう下がるよ。なるほど。ここから緩やか、100万まで下がってここから緩やかなんだけど、これが大体10年10万キロぐらい、まあ、実際中古車市場で行くとどうですか、100万そうね、100万ちょっと超えるかもしれないけどね、はい、まあ、110万20万ぐらいで結構いいやつあると思うよ、うん、そっから10年乗る、まあ、全然いけますよね、現場で使う前提ね、うん、そしたら年間10万ぐらいだから、まあ悪くなくない。そうですね、うん、なんか実はキャラバン後ろ分割で倒れるとかっていう、あーそっか、使い勝手がいいってよく言うよね、乗りつぶつ系の人はキャラバン結構好む人多いよね、好まれるかなと、うん、ディーゼルもあるしね、今のモデルとかだったらね。そうですね、ああいうの狙って結構距離ガンガンしてる人はいいと思うね、うん、新車もなんかいろんな色キャラバン割とあったりして、ね、おしゃれな色、ね、はい、乗ってる人多いよね。キャラバンが中古で今買うんだったら狙い目かなと思う。で今新車のハイエースの選択肢がないじゃん、今から買うんであればキャラバン結構おすすめなんかなのかなと思ってる。こんな方で一番実はキャラバンが一番買うなと思いました、僕なら。うん、リセール欲しな中野さんからは意外な感じですね。そうそうそう、逆にリセールあるよりも中古で買う、はい、現場な立場ならっていう感じですね。まあ、ある意味ファミリーの方もそういうのもいいっすよね、なんか、うん、いいと思う、遊び車でアウトドアみたいな、なんかあのキャラバンに竿とか積んで釣りに行く人もいるし、キャンピングカーの最近キャラバンもめちゃくちゃ流行ってるよね、うん、めちゃくちゃ流行ってます、はい、ない、結構思い切って改造してベース車両っていうんだけど、ハイエースがベース車両高いからキャラバンでその分外装にお金かけたりでいじってる人多いよね。カスタム増えてますね。これが結構おすすめかな、特にサイズに制限がなければ。とはいえ維持費もそうだし置き場が結構きつくて、狭い道も行くから、うん、実際そうですね、やっぱり結構、まあ、でかいから、はい、運転はやっぱ女性の方とか難しい。お花屋さんとかはこの1個下のサイズが多いよね、うん、多いと思いますね。でこうなるとタウンエース VSNV200 バネットの戦いになるんですが、戦いになってますね実際。これね、今度逆にこのサイズでいけば俺タウンエース進めるかな。ああそうですか。なぜならこれ NV200 バネットね、結構貿易強くて、はいはい、キャラバンほど値落ちしないよね。あそうなんですか。そうで、タウンエースか NV でいけば、うんうん、値段、まあ、同じぐらい、むしろちょっと NV の方がちょっと高いんじゃないかって感覚ある。新車の価格がちょっと高いね、こっちの方が、うん、だから俺ならタウンエースのデラックスとか買うかな。新車がねこれ200万円ぐらいです。まあ5年は経ちたいね。いやこれでもやっぱ10年落ちぐらい、5年60ヶ月超えて、まあ、10万キロ超えたぐらい、この車めちゃくちゃ走れるからね。確かにそうですね。100万絶対いかないと思う、うん、80万円とかそれぐらいで買えると思う。確かに手頃ですね。手頃、乗れます、ね、80万で買って10年ぐらい乗れたらいいじゃん、うん、全然いいと思いますね、まあ、乗り方にももちろんよるけどね、はい、それぐらい乗るから俺はその辺狙うかもしれないですね。まあ、NV200 バネットの方がちょっとでかいですかね。ちょっとでかいね、車格的に、まあ、これもだからもちろんね同じように値落ちしますんで、はい、中古でも結構探しやすいと思います。大前提そのリセール的には、うんうん、まあ、ある意味そんな良くないというか、新車からは結構ね落ちやすい、タウンさえ落ちるけど買う値段もでも一緒ぐらいだと思う、うんうん、どちらもまあ中古車でおすすめだし、俺この2択だとタウンエースいいんじゃないかなって思う、はい、と。でも探し方としたら多分タウンエースと NV200 バネット両方選択して値段順に並べて条件のいいやつ探すとも正直ね、まあそんな感じでカーセンサー使ってるイメージになる気はしますね。確かにそうね、はい、あとはもう見た目の好みでいいかもしれないですね、うん、真ん中サイズだったらそんな感じかな。ありがとうございます。次は結構気になってるんですけど、最近バズってる感じがするプロボックス、うん、難しいけどこれ人によると思うけど、じゃあ一番下のサイズね、はい、ステーションワゴンの形でいいと、うん、まあ、例えばこれ天井のさ制限があるとことか、はいはい、立体駐車場とかがあるからその止めれないんだって人も多いから、結構このサイズ使ってる人多いよね。なんか水道屋さんとかのイメージなんですけど多いね、はい、長いものだけ積むんだとか、はい、で上にこうなロッドって言ったらサシとか置いたりするの、パイプとかね、まあ、実はしてたんやけど、確かに脚立とか、あそうそうそう、はいはい、でそのハイエースの上にその脚立が積んだらもう上結構ね現場入れなかったりするから、このサイズする人が多いんだけど、そうするとプロボックス VSNV150AD とかね、はい、昔の車だとね、うんはい、AD 版って言うんだけど、この2つで行くと、まあ、すごい、まあ、迷うけど用途によるけど、会社に止めていて会社から現場の往復だけであれば、うん、もう AD で選ぶね俺だったら。なるほど。今の現行モデル NV150AD って言うんだけど、はい、AD 版の時だからもう10年前ぐらい、平成25年6年ぐらい、この辺り狙うかも。昔でいうそのウィングロードの版タイプですね。あ確かにね、この辺り
がいいんじゃないかなと思う。確かに正直むちゃくちゃお買い得で安いイメージあります、ね、どれぐらいだろうな、100万絶対したら6、はい、70万円ぐらいあって、それを乗り通すというのが一番コスパいいと思う。で車順もそんなに重くないから、そんなガンガン走る車じゃないけど割と維持もしやすいし、乗り通す点であれば結構乗れるよ。現場監督とかも現場めちゃくちゃ行くじゃん。そうですね、泥の道でさ。でもやっぱみんな 2,30 万くらい走るからね、うん、無駄な機能がついてないから結構走れるよね。メンテナンスさえちゃんとしておけば。確かに。で AD かなと思ったんだけど、でも一人親方とかしながら結構プライベートも乗るよと。なるほど。そういう人実は多いよね、家まで乗って帰る人とか、はいはい、そっち系だったら俺プロボックスにして、ちょっと高いよ、買うとき多分20万くらい高いんやけど、はい、AD よりなんならアルミとかちょっと変えて、まあ楽しむかな、20万高いかもしれないけど、はい、売るときまた10万高く売れたりとかね、アルミ変えたらその分高く売れたりするから、ちょっと遊ぶんだったらプロボックスにするかなと思った。しかも実はプロボックスってハイブリッドとかありますもんね。あるよね、確かにね、はい、ハイブリッドもある今だったらね。そうですね、燃費良くて、うん、高速でぶっちゃけ一番速いのプロボックスなんじゃないか説みたいな。そうなん、なんかもうストーンとこう追い越し車線行くじゃないですか。そっか、確かにね、商業車の観点でもさ、県をまたいで出張で行って作業するみたいな人が結構いるじゃん、はい、うん、いますね。そういう人らはハイエースよりこのプロボックスとかの方がフラフラしないから、はい、長距離運転は楽かもね。まあ運転しやすいのはもちろんさ、目線が高い方が車高移動しやすいんだけど、シンプルに長距離運転するっていう観点においては車高が低い車の方が楽って言われてるよね。そうですね、一般的にね、はい、そういう選び方でもいいかもね、うん、サイズ決めるときは面白いですね、うん、でまあ基本的にはちっちゃい方が安い。まあそうですね、うん、でトヨタじゃない方が安いんで、はい、そういう探し方がいいかもしれないですね。商用車確かになんかこう、うん、この観点でいくと実は探しづらい車なんですけど魅力が多いんで。一応でも商用車もさっきもあのさ、結構いくらでも乗れるよっていう話しましたが、うんうん、はい、メンテナンスが結構重要になるんで、それまで乗ってきた人のちゃんと乗ってたかどうかはね、実際見たら商用車ってもうとにかく現場で適当乗ったけみたいな人っていろんなところに傷ついてたりするから、確かに状態が割といいもので探した方がいいかもしれないですね。うん、もう予測でしかないけどね、ちゃんと整備してくれるかどうかは、まあうね、ただ結構この辺最近カスタムとかも流行ってますんで、ぜひぜひ楽しんで商用車も営業車だけじゃなく、ね、活躍していくんじゃないかと。そうですね、はい、思います。ありがとうございます、はい、ということで今回ですね、商用車の、うん、まあ、おすすめな買い方とか選び方みたいな話でしたが、ちょっと軽バンとかも気になるんで、はい、あ確かにね、はい、軽バンリセール最強説とかもあったしね。そうなんですよね意外とね、意外と新車安かったりするんで、うん、そうね、それもちょっとまとめて今後それはそれでやろっか、またね。そうですね、ぜひとも50万人このチャンネル目指してますんで、チャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで中野社長本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。